私の名前は吉野。食べるのが大好きな27歳の派遣社員です。私は短期メインの派遣会社に登録しているので、あちこちの会社に行っている。そこで知り合った人たちとは、その後友人として仲良くすることも多い。35歳のパート主婦陽子さんも、以前イベント設営スタッフで一緒だった。いつも笑顔で明るく楽しい人。でもそんな陽子さんが泣きながら走っていくところを見てしまった。今日は陽子さんの誕生日なのに何があったのか。陽子さん。ああ吉野ちゃん、さっき陽子さんを見かけた。え、あ、じゃあ走ってるところ見られちゃったか。どうしたの？今日は旦那さんとディナーだって言ってた。そうなの。夫が私の誕生日に高級フレンチを予約してくれて、私舞い上がって新しい服なんか買っちゃってさ。でも騙されてたんだよ。騙されてた？そう、お互い仕事帰りに駅で待ち合わせしようってことだったんだけど、行ったら夫は作業着のままだったの。服持ってないの？どこかで買ってトイレで着替える？予約まであまり時間がないから急ごう。そう言ったらさ、夫が手を叩いて大爆笑したの。意味不明。お前俺の嘘信じてたの？お前なんかの誕生日にそんな金かけるわけないだろ。8歳も年上の女にかける金があったら若い子に使うって。うぎぎぎ。吉野ちゃん、陽子さん今どこ？とりあえず駅ビルのトイレにいる。今誰もいないから個室で涙が乾くの待ってたんだけど。オーケー、即行く、今行く、すぐ行く、待ってて。え？せっかくのお誕生日だから楽しい思い出にしたい。大丈夫、辛いことがあっても乗り換えればもう満タイ。多分 70% くらいはもう満タイ。ほら、スプラトゥーンをイメージすればいい。塗られても乗り返せばもう満タイ。それで吉野ちゃん、本当に優しいのね。私もお腹が空いてポンポコリン。ポンポコリンだとお腹いっぱいな感じもしない？確かに。失礼ペコペコリン。なんかちょっと元気出てきた。あんな男今日は忘れちゃうんだから。陽子と夫翔平のライン。いやお前ないわ。泣いて走っていくとかウケる。それってあれだろ、昭和時代のドラマの真似とか。俺平成生まれだからわかんねえわ。お前と生活してると年齢差きっつって思ってたけどさ、お前本当にきついわ。おばさんに高級フレンチとかないだろ普通。まあもういいから。うわ強がっちゃってんの。おらどこで泣いてんだ。ハンバーガーくらいはおごってやってもいいぞ。いや高級フレンチ食べてるし、もう翔平のことなんかどうでもいいや。おいしいものってやっぱりすごいね。さっきまで辛くて本当に涙が止まらなかったけど、もう心底どうでもいい。はあ、何言ってんだよお前、寂しい女だな。はいはい、お好きに何でも言ってくださいね。メインが来た。ってことで私はお友達と高級フレンチ食べてるから、今日はそのままホテルに泊まるわ。後日離婚について話し合おうね。じゃ。何言ってんだよ、ふざけんなよ。私の持っていた高級フレンチお食事券が火を吹いた。実はここのお店はお友達が経営しているお店。以前お手伝いをした際にお給料とは別にお食事券をもらった。いつか大切な時に使おうと思って財布に忍ばせておいたから、友人の誕生日という大切な時に使えて超感激。お店に行ったらちょうどオーナーもいて、陽子さんの誕生日だと伝えたらシャレオツなケーキも出してくれた。泣いて笑ってお腹いっぱいで楽しかった。もう最高。その後陽子さんはホテルに宿泊、翌日はパートお休み、平日の間に自分の荷物を運び出していた。そうしたらなぜか旦那さんから私の方に連絡が。私は呼び出されたのでせっかくだから行ってみることに。でも、翔平さん今どこですか？早く帰ってきて、早く早く。かー、吉野さんは俺とためだし、俺の気持ちわかると思ったのに、なんであんた逆ギレしてんの？マジないわ。陽子がかわいそうとか言っちゃってさ、あんな年上と結婚してやったのに俺の方がかわいそうだろ。年上が嫌ならそもそも年上と結婚しなければよかっただけの話。マジ頭固いね。陽子の情報も全然話さないしさ。
いいからその袋を返してください。いきなり私からコンビニの袋を奪って走っていくなんて、おまわりさんこいつです。あなた申し訳ないと思う気持ちがないんですか？それはセンナチャだから返しなさい、今すぐに。35歳の誕生日とか価値ないんだから騙すくらいいいだろ。あんたの買ったものは俺がもらっておくな。うぅ、お茶うめ。それセンナチャですよ。え、なんだよさっきからセンナチャって。これ普通のウーロン茶かなんかだろ。まあ味はちょっと違うけど新作だよね。あ、センナチャって名前の商品なのか。いや、ウーロン茶を飲み終わった後にセンナチャを入れた。とりあえず袋の中はそのお茶しか入ってないし、それは差し上げる。お、なんだ、俺に惚れちゃったかな。いや、ないない。私のタイプはよく食べるか、お料理上手なちょっとハゲた出っ腹の中年。翔平さんは私のタイプにかすりもしない。いや、なんだよその好み。まあいいや。どうせ陽子と連絡取ってんだろ、あいつに慰謝料100億用意しろって、そう言っておけよ。数時間後。なんか、助けて、助けて、ママ。私はママではない。腹が痛い、もう何も出ない、涙も出ない、まだ痛い。なんだよこれ。センナは便秘に効果があるとされているもの、ただ人によっては副作用も強くて、今まで経験したことがないくらい強い腹痛になる人もいる。つまりアーメン。それでは私はチャーシューもりもりのラーメンを食べるので失礼。お前俺を騙したのか。騙したとは何を。そんなヤバいものだと分かってて俺に無理やり飲ませたのか。あなたの頭の中はどうなっているのか意味不明。私が持っていた袋を無理やり奪っていったのはあなた。私はセンナ茶ということも説明してる。アンダースタン？うるせえお前。助けてくれ。ふう。え？ひーといえばふう。ほら、ひーひーふう。ひーひーふうですよ。頑張ってください。それでは。あー、いでよ。想像するだけで痛そう。お茶というと効き目が緩やかなイメージがありますが、実はなかなかというかかなり強いんですよね。じゃあなぜ私が濃く煮出したのを持っていたのかというと、それはご想像にお任せしますが、私の腸内環境がハイパーいいことだけはお伝えしておく。翔平さんはカラカラになったらしい。でも人から勝手に奪って説明したのに飲んじゃった。どう考えても自業自得なので、トイレの神様は私を許してくれるはず。トイレには、それはそれは綺麗な女神様がいるんやで。うちのおばあちゃんも昔からそう言っていました。どんな姿なんだろうな。ワクワク。1週間後。吉野ちゃん、引っ越し終わったよ。お疲れ様。全然手伝えなかった、ごめん。いいのいいの、吉野ちゃんは仕事があるんだから。むしろ今回のことでいろいろ迷惑かけちゃってさ、本当にごめんね。こちらこそ、翔平さんのお腹が大変なことになった。何言ってんの、スカッとしたわ。偉そうなあいつがさ、助けて助けてって LINE よこして笑っちゃった。つまり私にももうあの人に対する愛情がないってことだね。助けようなんて気持ちにならなかったんだもの。でも前に会った時は2人仲良しに見えた。半年くらい前まではそれなりに仲良しだったのよ。年の差はあるけど毎日幸せだった。でもね、その頃翔平の会社に若い女の子が入ってきて、その子が社長令嬢らしいのよ。わお。育ちのいいお嬢様でニコニコしているいい子でさ、なんかあの人勘違いしちゃったみたい。年上のくたびれた女なんか捨てて若い女に乗り換えたかった。あの子と再婚すれば自分が社長になると思った。だってさ、勘違いすぎるでしょ。それはそれは、人の旦那さんに言うのはどうかと思うけど、パーパーじゃなくてパーっていうのが最高。でも陽子さん、これからどうするの。なんか向こうは年下の夫を捨てられないだろって思ってるみたいね。今さら再婚しても嫁のもらい手もないって騒いでたけど、あんなのもういらないわ。可愛い息子だっているし、あんなパーはもうぽいよ。陽子さんは
パーとの離婚を決めた。パーは俺に捨てられたら後悔するぞとわけのわからないことを叫びニヤニヤしていたらしいけど、1ヶ月後、おいなんだよこれ、どうなってんだよ、お前俺を騙したのか。なんかよくわからないけど、多分あんたの頭が悪いだけだと思うよ。ああ、今日中に5万振り込んでおいてよね、養育費。滞るようなことがあったら給料の差し押さえだってするから。待て、落ち着け。5万円なんて払えるわけない。は？あんた今さら何言ってんのよ。離婚の話し合いの時に決めたでしょ。今日なんかいろいろ引き落としされたんだよ。今までこんなことなかったのに。あんた頭大丈夫？それも一緒にやってあげたでしょ。今まで家賃とか光熱費の支払いは私の口座からだったけど、あんたが今まで通りそのマンションに住みたいって言うからさ、手続き手伝ってあげたじゃん。俺の給料もう残ってねえよ。てか口座にも金がない。は？だって財産分与したじゃん。数年の結婚生活とはいえ200万はあったでしょ。そんなの遊んだらすぐなくなるに決まってるだろ。呆れた。俺どうしたらいいんだよ。引き落としされるなんて知らなかった。知らないわけないでしょ、説明したんだから。なあ、どうしたらいいんだよ、助けてくれよ。昭和の女だから令和のことはわかりませんわ。俺が悪かったよ。その後しっかりお世話をしてくれる優しい奥さんと離婚した翔平さん、かっこパー。自分のお給料だけでは生活をすることが難しく、あらゆる督促状が届いてきているらしい。結局支払いができないので実家に帰ろうとしたものの、吹っ飛ばされて塩をまかれたと聞いた。陽子さんはパート主婦だけど、もともとはバリバリ正社員だった人。その頃の貯金もあるし、投資や副業もしている。義両親へのプレゼントも欠かさず、掃除や庭仕事の手伝いもしていたらしく、こんないい嫁と離婚するなんてとお怒りらしい。陽子さんはいざ離婚してみたら超身軽で超楽しい。正社員の仕事もすぐに見つかったし、お子さんと幸せそう。先日は私に漬物の漬け方を教えてくれたけど、うまくできない。なんか簡単なものってないですかね。そうしたら毎日食べられるのに。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。